まされているここ最近のゲームです。インサイドベースに当たってオースティン弾いている。記録はヒットです。ファーストへの内野安打。バファローズの初ヒットは4番の西川龍馬。ベースに当たりましたよね。ちょっとバウンド変わってオースティンもうまくこう反応したんですが、キャッチとまではいきませんでした。打たれました。1対1同点。今日はバファローズこのヒットが出ているのは西川龍馬だけ。今日2本目のヒットは同点のタイムリーヒット。この回ビースターズとしてはそのエラーも重なっての失点です。今日2安打の西川龍馬、前の打席では同点のタイムリーヒット、そしてこの打席は一打勝ち越しのチャンス。初球打ちだ、ライトへ打球が伸びてフェンス直撃。一人帰ってきた。二人目は帰ってきません。西川なんと3安打、今度はフェンス直撃、勝ち越しのタイムリーツーベース。今日はバファローズ西川一人でヒット4本のうち3本。少しバットの先のように感じましたが、ライトの頭上をはるかに超えるフェンス直撃、タイムリーツーベース。